お前たちはね、特殊な会場における対応能力がない。俺の感覚っていうのは、客席でリハーサルを見せてリハーサルの時に指示をします。今度は自分が実際観客の声援を聞きながら自分の感じた感覚感性で話を今してる。そうした時にお前自身の中に、あ、やっぱりかとか、もうちょっとだったんだという向上心が君たちの中に全くない。もうそつまんないぞ、そういう毎日は。負けない負けない負けない、もう負けない。